ごく悩むけど、やっぱり瞬間移動かな。だって家から一瞬で学校に着いちゃうなら朝ギリギリまで寝てても大丈夫なんだもん。その時はあなたも一緒に連れて行ってあげるね。え、ちゃんと起きるから必要ないって？そんな、ほのかと一緒に朝寝坊しようよ。